背中がだいぶ柔らかいの分かります？あ、全然違う、最初と最初触った時と同じ強さ加減なんですね、今。でも全然大丈夫、すごい。楽になったでしょ？楽になりました。ということがあるので、実は足の疲れから上がってきてるんですよと言ってます。なるほど、はい。で、あの背中まだね、この辺、この辺とか触るとまだ硬いので、はい、それはね、今からね、もう少しね、ぐいぐいやっていきますからね。はい、わかりました。もうちょっとだけ下、はい、それぐらい、はい、ありがとう。はい、でここそこです。ああ、これ、ああ、もうダメ、そこ、あ、出ちゃった、出ちゃった、うわ、出ちゃった。で、これがあと30分ぐらい続くからね。左側っていうのは基本的に対人関係のストレスで、はい、嫌な話がこう耳から入ってきて、こうずーっと溜まってこの辺に出てくるんですね。なるほど。で、思い当たる人いましたか？ます。その人が原因だと思いますよ。ありがとうございます。あー、もう出てるよ、もう来てるわ。あー、来てる来てるわ。だからもう、もう一回私結婚するかって言ったらね、二度としない。あー、そういう人もいますよね。はい、ちょっと腕下ろして。うわ、ボキボキになってるわ。うわ、うわ、そうやって心のね、いらないものをちょっと置くとね、背中の疲れが取れるんですよ。そうか、なんかね、常にね、はい、この固まらないとかがこわばるんですよね。はいはいはい。で、リラックスしようと思ってもできなくて、はいはい、あー、うーもうダメ。
喋れない喋れないね。ああもうそこ、うん、これがね、いらないものがたまったところになって、これが上に上がったり下に降りたりするので、ね、そうなんですね、はい、なるほど。使われてるんですね。そうですね。そう、あの人ですよ。あお疲れ様でございます。ありがとうございます。あ、あ、痛い痛い痛い。まあ、ならなくなってきたでしょ、ちょっと。ならなくなってきた。うわ、すごい。まだあの。ありますね。あります。ペコペコしてる。はい、うわ、出た出た。限界まで頑張ってるってことですよ。あ、そう。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、はい、あ。あ
なんか前の方まで、あ、なんか腕の方までひびれ、そうそう、だから、ね、腕のしびれがあったりとかする人もこの辺が原因だったりすることが多いんですよね。そうわかるわかる、うわ、そういうことか、そういうことです。うわ、あ